はい、皆さんこんにちは。今日の動画はシュートチャンスを作る、ゴールを奪う、ベースなるフォーメーションは1-4-1-4-1、対戦相手も1-4-1-4-1です。それでは解説を始めます。それでは相手とのマッチアップを確認していきたいと思います。青のエリアで数的優位、赤のエリアで数的同意、オレンジのエリアで数的不利になります。相手のラインはこのような形になります。ユニットはこのような形で組まれていきます。9番が縦を切ってきた場合、黄色のエリアを意識してボールを受けるようにしましょう。さらに安全な青の場所でボールを受けるようにポジションを取りましょう。5番にボールを配球します。相手は6番、8番のローテーションで8番がプレスに来ます。相手が外誘導してきます。相手のセカンドライン、最終ラインはここになります。ボールホルダーに対して黄色のエリアでボールを受ける努力をしましょう。同時に水色のエリアでボールを受けるポジションを取っていきましょう。パスコースはここになります。8番にボールを配球しました。ラインはここになります。狙う場所は黄色のエリアになります。相手のライン間、または最終ラインの裏を狙っていきましょう。パスコースはここになります。9番にボールを配球しました。相手が密集してきています。相手の背後、または密集したことによる空いたサイドを使っていきましょう。2番にボールを配球します。空いているスペースにボールを運びます。クロスの狙い目は赤、黄色、青になります。迫力を持って入っていきましょう。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませていきましょう。次の場面は9番が縦を切ってきます。5番にボールを配球します。この際に7番が中誘導してきた場合を説明していきます。相手のセカンドラインをここに設定していきます。狙い目は8番のポジションが大切になり、さらに9番の黄色のエリアで受けるポジションを取れるようにしましょう。また水色の安全なポジションが大切になります。6番にボールを配球し、相手を密集させました。このような形でボールホルダーに対して相手が寄ってきます。黄色の三角形、8番のポジションがしっかりと取れるようにしましょう。またそれを抜けた11番の黄色のエリアでボールを受けるようにしていきましょう。5番に安全に配球し、ボールを進めていきます。ファーストラインとセカンドラインの設定になります。狙い目は9番と8番の黄色のエリアを意識しながら11番、2番、4番のパスを選んでいきましょう。2番にボールを配球しました。相手のラインはここになります。狙い目はラインの裏、また安全なパスコースを狙っていきましょう。11番に配球します。相手のラインの裏に走り込んだ11番にボールを渡しました。狙い目は最終ラインの裏になります。ゴールキーパーと最終ラインの間を狙っていきましょう。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませていきましょう。
次の場面は9番が縦方向を切ってきたときに2番と11番の動きを確認をしてください。2番が中に入り11番が下がってボールを受けます。5番にボールを配球します。8番が外誘導してきます。相手のファーストライン、セカンドラインはここに設定されています。ここで2番のポジションに注目してください。2番が中に入ることにより7番を引きつけます。また9番と8番のターゲットのエリアも確実に取れるようにしましょう。そうすることにより11番が空いてきます。11番にボールを配球します。3番が対応してきますが、相手の最終ライン、セカンドラインはここになります。狙い目は最終ラインの裏のスペース、また安全にボールを配球できる8番のエリアになります。8番にボールを配球し素早く突破していきます。クロスの狙いは赤、黄色、青になります。積極的にボールを配球していきましょう。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませていきましょう。次の場面は9番が縦を切ってきて7番が中誘導してくる場合を説明していきます。次の場面では11番が中に入り8番が引き、2番がそのスペースを埋めていくローテーションを説明していきます。このような形で11番、8番、2番のローテーションをしていきます。そうすることによりパスコース、また次の展開をしやすくしていきます。相手のラインはこうになります。狙い目は8番と6番、さらにライン間の11番と9番を狙っていきます。6番にボールを配球します。相手を引きつけていきます。セカンドライン、最終ラインはここになります。狙い目は相手の6番、8番の間、さらに5番と4番の間にいる9番を積極的に狙いましょう。そうすることにより8番が空きますのでボールを配球します。前にスペースがあるので積極的にボールを進めていきます。このように相手のラインが設定され、局面に数的優位ができていますので積極的にボールを前に進めていきましょう。11番にボールを配球しました。素早くサポートしていきます。狙い目はこのような形になります。積極的にボールを動かしていきましょう。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませていきましょう。次の場面は9番が縦を切ってきて2番、8番、11番がローテーションをしてボールを受ける方法パート2を説明していきます。相手のプレスも6番、8番のローテーションによりプレスに来た場合を説明していきます。このような形で8番がボールにプレスに来ます。赤の8番は2番が空けたスペースにポジションを取りボールを受けやすくします。ボールホルダーに対して11番が中に入り9番と相手の最終ライン、セカンドラインの間に立ちます。6番はファーストラインとセカンドラインの間に立ちます。8番、2番はワイドのポジションを取ります。8番が引きボールを受けます。
セカンドラインをここに設定してプレーを考えていきます。11番9番のポジションを取りながら6、5、2のポジションで安全に受けるようにしていきましょう。2番にボールを配球していきます。中にボールを素早く運びます。これによってできた相手のポジションにより積極的にラインの裏を狙っていきます。8番がオーバーラップしボールを受けました。相手のキーパーとディフェンスラインの間にボールを積極的に配球していきましょう。ボールを配球しさらに相手を引きつけゴールを目指しましょう。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませていきましょう。次の場面は相手9番が積極的にボールに来てワンサイドカットしてきた場合を説明していきます。このように外誘導してきます。相手のセカンドラインと最終ラインはこうになります。ボールホルダーに対してライン間の6番、さらに人と人の間の10番のポジションを取っていきましょう。さらに安全にボールを受けられる青のポジションでボールを受けるようにしていきましょう。安全に3番にボールを配球します。11番がボールにプレスに来ます。ラインはここになります。狙い目はライン間の10番と7番のポジションになります。さらに9番まで見れるとより効果的になるかと思います。ボールを7番に安全に配球していきます。最終ラインをここに設定していきます。狙い目は相手の裏のスペースになります。10番が走り込みボールを配球していきます。クロスは赤、黄色、青のエリアになります。積極的に走り込んでいきましょう。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませていきましょう。次の場面は相手がさらに引いてて6番がディフェンスラインに入り 5-4-1 を取った時の説明をしていきます。このような形でゴール前を守ってきた場合ですね、ボールホルダーに対して10番のポジション、さらに9番6番のセンターでの受けのポジションが大切になります。ボールを前に動かし前へ配球していきます。素早く10番にパスをし最終ラインを設定したところで相手の裏をついていきましょう。そうすることによりワイドが空いてきます。素早く7番と3番のローテーションを有効利用しサイドをついていきます。前が空いてますのでボールを前に進めていきます。相手の最終ラインを意識してボールを配球していきましょう。迫力持ってゴールに迫ることが大切になります。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませていきましょう。
次の場面は7番11番が中に入り、10番と8番が下がり、3番2番がワイドに開く方法を説明していきます。このような形でローテーションします。ボールホルダーがボールを前に進めながら、それと同時に10番がセカンドラインを越えたポジションを取ります。10番と7番のポジションをしっかり取れるようにしましょう。10番はラインを越えたところ、7番は2番と5番の間にポジションを取ることが大切になります。パスコースはここになりますね。10番にボールを配球していきます。積極的にボールを前に進めていきます。ラインの設定はここになりますので、ラインに追いつかれる前にボールを配球していきましょう。素早く相手の間を狙ってゴールを目指していきましょう。7番にボールを配球し、素早く10番がサポートに入っていきます。相手の最終ラインの設定はここになります。9番と11番のポジション、さらに10番の突破が重要になります。11番にボールを配球し、迫力を持ってサポートに入っていきましょう。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませていきましょう。これにて今日の動画を終わりにします。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。動画を見ていいなと思いましたら高評価をお願いします。またチャンネル登録もお願いいたします。皆様の高評価、チャンネル登録が動画を作る心の支えとなっております。ぜひよろしくお願いします。